あ、どうもです。今日もこのチャンネルにアクセスいただきありがとうございます。このチャンネルではトラック YouTuber であるこの私がトラックの仕事や私が現在行っているネットビジネスなどについてお話ししております。今日はですね、ネットビジネスの話をしていきたいと思います。で、私は数々のネットビジネスをやってきてるわけですけれども、まあこの YouTube もそうです。で、私はですね、常々、ね、まあトラックドライバーの人にですね、このネットビジネスと言われるものをやるんだったら YouTube がいいよと、そういったことをね、よく言っています。なぜかというと、このトラックの YouTube って結構見られます。で、私のこの YouTube のこのチャンネルはですね、主に情報発信などしておりますので、さほどまだ視聴回数が少ないと。嫁何言ってんだい、お前のチャンネルは少ねえじゃねえかと、お前のチャンネルは見る価値ねえじゃねえかと、まあそう言われる方はまあチャンネル閉じてください。そう、否定的な考えの方はまあチャンネルを閉じてくださいと、見なくてもよろしいですよと言ったところです。で、興味ある方は引き続き見てください。でですね、まあ我々このドライバーというのはなかなか時間がないと思います。ネットビジネスそんな時間あるわけねえわと思われるかもしれませんけれども、この運転中はですね、この動画もですね、私運転しながらスマホをポチッとやっただけです。それだけでね、動画って撮れるんですよ。で、この動画をですね、そのまま YouTube にアップすればいいだけであって、そんな時間はないです。そんな時間かかんないです。で、これから長距離に出ようかな、まあ家に帰って支度するわけじゃないですか。で、その間にも YouTube のアップロードは十分可能ですので、そんなにアップロードにね、そんな2時間も3時間もかからないので、まあぜひともトラックドライバーの方に YouTube をやられてみてはどうかなと。でですね、まあ行った先々で綺麗な風景だとか、海岸べりとか、まあ夕日だとか、高速道路の様子だとか、高速道路のサービスエリアの美味しいところ、ドライブインなどのそういう紹介などを YouTube でするわけですよ。そしたらですね、だんだん見られていきます。その見られた回数がね、そのまま収益、お小遣いになれます。皆さんもぜひともチャレンジしてほしいなと思います。はい、いったとこですね。で、昨日かおとといかな、で YouTube の収益が2万400円、2万400いくらだったと思いますが、その収益がね、銀行口座の方に振り込まれておりました。で、今月はちょっと遅いなと思ったんですが、なぜか知らないけど、まあ、ちょっと1日2日振り込みが遅かったですね。でもですね、絶対必ず振り込まれますので、収益が上がれば。で、YouTube はね、8000円以上になると銀行口座に振り込んでくれます。はい。
ったところでね、私の口座にしっかりと振り込まれておりました。でもう一つですね、私トップバズという、これも動画サイトなんですが、ここにも投稿してね、今のところ今月4万弱収益あります。で、YouTube の動画サイトとトップバズの動画サイト合わせて6万円の収益ですよね。この6万円ってすごくないですか？そんな大した動画はアップしてないですね。くだらない動画を、くだらない動画をね、まあの感じで上げておると。で、トラックドライバーの皆さんもですね、このトップバズはぜひともやってみてはどうでしょうか。でね、荷物を積むのを待ってる間だとか、で、まあ休憩時間などにさささっと動画投稿できます。本当簡単です。で、唯一気をつけてほしいのはね、動画をアップする際に、結構ね、ギガ数食っちゃうんですよね。なので、Wi-Fi が効いたような、Wi-Fi があるコンビニだとか、なんかあるじゃないですか。そういうとこでアップしたら、早いと思います。アップする時間が。そうでないとね、ちょっと通信が遅くなるなという気がして、通信が遅いです。まあ、とにもかくにも、まずはチャレンジしてみることです。ちょっとした お小遣いになれますので。で、それがね、積み重なってくると、毎月、10万だとか20万だとか、お小遣いが増えますので、ぜひとも皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それでは今日も安全運転で行きましょう。